はいみなさんこんにちは。兄ちゃんのつぶやきです。今日はコストコで売ってる冷凍食品、シリンプワンタンスープの紹介をしたいと思います。値段は1498円でした。6個入ってますんで、1個あたりは250円になります。これなんですけど、以前から気になってたんですけど、なかなか買いそ見れてて、今は終わっちゃったんですけど、僕が買った時、ちょうどストアクーポン出てまして、 それなら一回買ってみようと思って、それで買ってきました。それで、このシュリンプワンタンスープなんですけど、CP っていうメーカーの商品になりまして、これですね。この CP っていうメーカーなんですけど、タイのメーカーでコストコで他にも商品売ってまして、僕なんかよく買うんですけど、この若鳥の竜田揚げだとか、このチキンナゲットだとか、こういうのも CP の商品でコストコ結構 この CP の冷凍食品置いてありますね。箱の横を開けると、こんな感じで、器に入ったシュリンプワンタンスープが6個入ってました。箱の説明には、これ電子レンジで料理する商品になるみたいです。それで箱にこのように説明が載ってまして、6個商品が入ってるっていう意味で、1個のボールに4つのワンタンが入ってると。それで電子レンジで4分で調理できると。 それで 150g の商品が6個入ってるっていう説明になります。このように賞味期限も来年の12月までですから、まだ1年以上賞味期限がありますんで、そういう面でも安心ですね。1個取り出してみたのがこんな感じなんですけど、プラスチックのボールにビニールがラッピングしてある感じになりました。このビニールのラッピングをこんな感じでハサミで切りますと、こんな感じで分かれまして、 蓋を開けますと、こんな感じで、まあ当然なんですけど、こちこちのワンタンと具材が入ってました。これの調理法なんですけど、この中に水を入れて作る商品になりますんで、こんな感じで水を用意しまして、この蓋の内側に溝がありまして、この溝のところまで水を入れます。それでこんな感じで水を入れまして、これ、蓋をしっかりしないで上にかぶせただけです。 それで電子レンジで温めていきます。先ほどの裏書きのように、500ワットだと4分30秒から5分、600ワットだと3分30秒から4分って書いてありましたんで、僕は600ワットで3分30秒温めてみました。こんな感じで温めてみたんですけど、正直ですね、これでちゃんと温まってはいるんですけど、僕熱々が食べたかったんで、もう1分ぐらい温めました。このまま食べるのはちょっと味気ないのと、 量が分かりにくかったんで、こんな感じで器に移してみました。これ、ラーメン丼なんですけど、ラーメン丼に7割ぐらいですかね。それぐらいの量になります。いやー、美味しそうですよね。それで、味の方なんですけど、まず、それぞれ別々に食べてみた感想を言います。まず、このワンタンなんですけど、ちょっと大きめのエビが、ワンタン1個ずつに1匹ずつ入ってまして、 すごい足の濃い美味しいワンタンだなっていう感じでワンタンの皮自体もスルッとしてのど越しがいい感じのワンタンの皮でした次にこの入ってるナッパなんですけどこれが日本語で油菜って書いてあるんですけどこれちょっと調べたらヤウチョイって言うんですねそれでこんな感じの葉っぱですねこのナッパなんですけど味はほうれん草みたいに癖のない味で食感は 小松菜と菜の花の間みたいな食感で茎のところが割とシャキシャキしてる感じの癖のないナッパでスープの味を吸ってアクセントになって美味しかったです。それでスープの味なんですけどちょっと特徴がありまして塩とガーリックの入ったエビの出汁の効いた中華の薄味のスープっていう感じで皆さん中華のスープっていうと生姜とか入ってることは結構あると思うんですけど ガーリックの風味の効いたスープ食べたことないですよね。これ今回すごい薄味なんですけど、ガーリックの味がしました。すごい上品なエビの出汁の効いた薄味の中華のスープっていう感じなんですけど、そこにガーリックの風味がちょっとありまして、それがコクを出してまして、コクがあるけどさっぱりした感じの味でした。ですから、ちょっとガーリックが入ってますんで、ニンニクダメな人は、 ちょっとダメだと思います。だけど、そんなに効いてるわけではなくて、風味と濃くぐらいの感じで、ガーリックが効いてる味でした。それで、全体的な味の印象なんですけど、もう、エビの味が濃くて、ワンタンのつるっとした喉越しがもうすごい美味しくて、それと、ちょっと食べたことない、ガーリック風味のワンタンスープっていう感じで、初めて食べるような感じの味ですごい美味しかったです。それで、ごちそうさまということですね。 今日はコストコで売ってる冷凍食品、シュリンプワンタンスープの紹介をしました。大きいエビが入ってて、もうワンタンが喉越しが良くて、コクのあるさっぱりしたエビの出汁の効いたスープですごい美味しかったです。あ、それと皆さん、一つ注意なんですけど、これ、こんな感じでもう器に入ってる商品なんで、結構場所取りますんで、 冷凍庫の場所を確保してガーリックが平気でしたらすごい美味しいと思いますんで250円とあんまり安くはないんですけどだけど250円以上の価値のある満足度の高いスープですんで皆さんもよかったら一度買ってみてくださいチャンネル登録いいねとよろしくお願いします今日はこれで失礼しますありがとうございました